ありがとう。なんと、お姉さん。ちょっとこれ呼ばれてちょっと忘れの場合にいかんの。それはその時だけど。行ってみましょう。のんき坊主さん。Thank you.
ハウジング全然ですかね。いや、そうは先生方だけど、お母さん聞いてこう。お風呂が来るんですよ。というわけで、とてもね、なんか昔ながらの食堂かなと思います。結構ね、あのカツ系が有名というか美味しいところで、結構なんかボリュームというかね、弾力がある感じでおすすめです。ぜひ行ってみてください。この高橋から、高橋の町というかから、成和の方に向かう道沿いにあるお店ですね。この目の前には島村さんがあります。で、駐車場は 1,2,3、まあ、3,4 台ぐらい停めれる、スペースですけども、人がいっぱいになっちゃうと止めれないかもしれないということで、時間をね、見計らって行った方がいいかなと思います。おすすめのお店でした。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。